ントセイヤソルジャーズソウル、俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあどの戦いを積み、北北でもあなたは負けることはない。私は信じています。北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者であるヒルダのもとに、伝説のゴッドローブをまとった7人のゴッドウォーリアが新たに結集した。ここに彼らの打倒サンクチュアリを目指した熱き戦いの火蓋は切って落とされたのである。サガの野望が打ち砕かれ、平穏がもたらされたのもつかの間、サンクチュアリでタウラスのアルデバランが何者かに襲われ、アテナ・キドサオリのもとに謎の戦士が現れる。彼は自らをゴッドウォーリア、ゼータ星のシドと名乗り、アテナに宣戦布告を告げる。ゴッドウォーリアの主である北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者ヒルダ、彼女はアテナに代わり地上を支配する野望に取り憑かれたのだった。アテナと共にアスガルドに向かった聖夜たちは、氷河の助けたヒルダの妹フレアから恐るべき事実を聞かされた。ヒルダは何者かの力で邪悪な心に囚われているというのだ。彼女の指にはめられたニーベルンゲンリングを外し、その呪縛を解かなければ、今までヒルダの祈りによって守られてきた北極と南極を覆う全ての氷が一気に溶け出し、この地上のほぼ全域が水没してしまうというのである。アテナは自らのコスモを持ってそれを防ごうとするが、食い止めることができるのは日没までの半日足らずでしかなかった。一刻も早くヒルダを指輪の呪縛から解き放とうとするセイヤ、ヒョウガ、シュンたちの前に、アスガルドの伝説の戦士7人のゴッドウォーリアが立ちはだかる。ここに新たなる熱き戦いの火蓋が切って落とされたのだった。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモが尽き、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ宮へ向かうセイヤとヒョウガ・シュンだったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマースへ、フェクダのトール、ヨルニルハンマーによってお前たち3人の首ことごとく跳ね飛ばしてくれよ。ワルハラ宮までまだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていたよし、このまま俺に任せて、お前たちは先へ進んでくれ。ヨルニルハンマー、ペガサス流星群、やったぞ。2本のハンマーを流星群で跳ね返した。ゴー、シュン、ヒョウガ、トールは俺たちの作戦を読んでいたんだ。俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初からヒョウガとシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように暖かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らには分かるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては、すでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し、世界に君臨し支配するのだ。
今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。我ら7人のゴッドウォーリアーは、ヒューガさんの偉大なお力によって蘇った伝説のゴッドローブを受けて、ヒューガ様を共に戦うのだ。俺たちだってまだまだアテナを守るためにここにいるんだ。戦意を余る甘く許さないで。ミョルニル、ハンマー。お前たちセイントにアスガルドのゴッドフォーリアを倒せ。俺たち3人のゴッドフォーリアはヒルダ様を守り、共に戦うこの日のために神に嫌われてこの地上に生を受けていた。わも俺たちゴッドフォーリアは神がヒルダ様に与えた戦士セイントなどとは根本合致しちゃう。ケガ違いのパワーだ。今まで戦ったのがどんな相手だ。俺のコスモ諦めるわけにはいかない。まだまだ。俺がここで諦めてしまったら、アテナだけだ。どうやって戦えばいいんだ。このトールの強大なパワーで打ち勝つことが俺にできる。アルデバランのグレートホーム、アイオリアの高速拳を俺は打ち破ったんだ。あの時アテナを助けるために必死だったが、それは今の俺にはできる。みんな、俺のコスモの方が少し上だったようだな。コスモが消えそうだ。トール、ヒルダは何者かによってニーベルンゲンの指輪をはめられ、その魔力に操られているんだ。だから俺たちは黙れ。もはや問答無用、戦うのみ。そこまでだ。無事だったか、セイヤ。シリュ、遅れてすまん。老師の元から今駆けつけたんだ。シリュ、俺のことより氷河たちを。今こそ燃え上がれ、ミョルニルハンマー。ファイト。こいつを倒さなければ、沙織さんは救えない。俺は勝つしかないんだ。なるほど、君の君の君の衰えるというか、まだまだ高まっている。進む心の逆転と。昔はヒルダの年は何よりも頭だった。一回の狩人の本で居合の言葉をかけてくださった。しかし今は何を手なししく言っていたことは確か。あの気高く美しいヒルダ様はまるで変わられてしまったのだ。何を迷って我らゴッドウォーリアーだって唯一絶対王から、俺らゴッドウォーリアーガンマ星ヘグダのトールなのだ。ペガサス新戦線。これで終わりだ。そこをどけ、トール。アテナの命がかかってるんだ。咀嚼だ。新戦線。ウィナー。ビナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。ペガサス流星拳。見事だ。そうだ、ペガサス、お前ならヒルダ様をあの時のような気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。バカな、俺の流星拳は確かに奴の体を貫いたはずなのに、まだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待て、セイヤ、奴はすでに息絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。セイヤ、これが老師の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いや、あと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。
奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。ゴッドウォーリアを倒し、必ずワルハラ宮で会おう。よし、行こう。ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、聖夜たちは7つのオーディーンサファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリュウだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。奴もゴッドウォーリアーなら守護石であるオーディンサファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオトのフェンリル。ドラゴンのセイント、シリュウだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るな、フェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨みたっぷり晴らしてやるぞ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ファイト、ノーザングンローケン。少しはやるようだな。だが俺はゴッドウォーリア、ゴザアリオとのフェンリル。お前を皮一枚残してこの表現を晒してくれる。この周囲を静かに取り巻く気配は狼か。ノーザン昇竜するつもりか。ノーザン昇竜。お前ごとき俺一人でこと足りる。銀はお前が息絶えるのを待っているのだ。この素早く野生的な動きを手厚く捉えられるものではないチャンスがあるときだ。一瞬銀よ、腹が減っただろう。もうすぐ決着をつけてやる。もっとも味は欲しいだろう。いや、南の太陽を一瞬に浴びてるからうまいかもしれない。優勝。負けるわけにはいかん。優勝。このままおとなしくしていれば、この激痛の呪縛から解放されたものは、この12球の太陽を必ず活路を見出せるはずだ。コスモを燃やせ。北のみんな、この最強の剣と盾の前に敵。こんなことでは竜の名折れだ。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディーンサファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディーンサファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディーンサファイアを揃えぬ限り邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと。わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限りこの地上に迫った危機を救えないのだ。フェンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。
それまでこびへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、銀狗が人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間を、仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。銀狗たちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリフ永遠にごっファイト。ロザン、お前のオーディンスクローを手に入れるまではたとえこの身が引き裂かれようと引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。そうだ、この地域ロザン勝利を引き寄せるため。よし、吸い漏れた人間など滅ぶ方や地上のためなのだ。ノザン昇竜派、ノザン軍上軍の塵とカスがいい。ウルフルエルティーク、ノザン昇竜派。何、アスガルドのゴッドウォーク、心の嬉しいものなのに両親を失った。そこまで心が歪んでしまったと。お前たちに俺の気持ちなど分かってたまるか。よく分かる、運命の行方に触れたのだ。行くぞ、優勝。わかず燃え尽きようとも俺たちブロンズコンタクト全員みなしごなのだ。お身に刻め、モザン昇竜派、ドラゴン最大の奥義を。下がれ狼よ、もはやお前たちの出る幕じゃない。銀の安心しろ、弱い犬ほど怖いのだ。これ好きのことだ。ウィナー、この最強の剣と盾の前。老師、申し訳ありません。バカな銀河。親の愛と友の情けと人の真心を十二分に味わうんだぞ。四方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこにはヒルダの忠実な戦士である七人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのはヒルダに最も忠誠心厚き男、ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。お前は人呼んで北欧の荒くれ馬、ベータ星メラクのハーゲン。待っていたぞ氷河、フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め。このハーゲンが成敗してくれる。何、フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせた。お前の罪死してもあまりある。ヒルダ様に代わってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。偉そうに。うー、男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト。攻撃的なコスモなんだ。ゴールドセイントに勝るとも劣らない。
ターゲット何秒相手に見られるか。ユニバース、ターゲンは後悔先に立たずという言葉をお前に送ってやろう。ダイヤモンドラスト。少しはやるな。その言葉そっくり返してやるぜ。その程度か。俺に狙いをつけられて無事に生きながらいた奴は残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺のその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者な奴だぜ。お前のオーディンサファイアこの表現をいただく。オーディンサファイア地上を、そしてヒルダを救うためにその知識かない。これ以上俺らに悲しい思いをさせたくない。発想よ。俺らその名前を二人から救うよ。東シベリアクリスタルセイント通じアクエリアスのゴールドセイント神へと託された技を受けてみろ。ダイヤモンドラスト。この子供の強さとは俺と出会った向こうを呪うがいい。その程度がいい。みんなこのハーゲンには誰もかなわぬ。ヒョウガどうして立ち上がるの。負けてはいけません。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。このヒョウガに敗北があると思うか。ファイト。グレートグランドの表現をペソンに持ちましたが、もしかしたらゴールドセイント以上かもしれない。だが俺は我が死神のセイントだ。究極のセブン戦士に目覚めた今、セブン戦士に目覚めることができれば勝機はあるはずだ。俺に狙いをつけられて無事に生きながらいた奴は残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者な奴だぜ。少しはやるな。その言葉をゆっくり返してやるぜ。ハーゲン、お前のオーディンサファイアこの氷河がいただく。オーディンサファイア地上を、そしてヒルダを救うためにそうするしかない。これ以上俺らに悲しい思いをさせたくない。俺は様の名前をキラスク呼ぶな。前ハーゲン発表よ。フレアを俺は気持ちがあるんだ。素直にオーディンサファイアを渡してくれ。俺はフレアに頼まれたんだ。ダイヤモンド力で任せろ。フレア様がお前ごときに、そうまでして俺か。クールに徹して敵を撃つ。